悲報田中、青、アジアカップメンバー落選でマジで落ち込む。森保監督ひどい。いやーさすがにちょっときついんだ。ただ滝も同じような状況から復活して愛される選手になったんだ。声もこれからも成長を監視するだろうし、再び声がかかった時には変なプライドを出さずに素直になると良いんだ。組んだ手の力の入れ具合からガチで落ち込んでるのがわかるんだ。文通で伸び悩み、そして代表も落選。青、自分はメンタル弱いって言ってたような気するし、相当へこんでるんじゃ。別に好きじゃなかったけど、これはさすがにかわいそうだわ。田中が守備放棄していたことによって点取られるの分かってるからな。アジアカップならノックアウトステージで標的されるだろ。アジアカップいけると思ってただろうし、佐野が選ばれたのはショックだったろうな。南野みたいに復活した選手もいるし、また力づけて戻ってきてほしいわ。得点狙いすぎる今のプレーはあれやけど、得点センスは感じるしな。もうちょい中盤寄りの仕事こなしながら前に出れるなら、佐野と組むのはかなり相性良いよな。自分ボランチでせっせかをしてっからだろ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。